捕まった捕まった。おはようございます。よろしくお願いします。もう本戦に出れるっていうこと自体全く予想してなかったので、もう本当に私たちもちょっとびっくりしてますで、ちょっと1位を取ったチームじゃなくて、まさか私たちが取るとも思ってなかったんで、すごく緊張してますが、今大学の名前も背負ってるので、頑張りたいと思います。勝手になんか名前、西日本インカレっていう名前の大きさから、すごいなんか、もうとてつもなく、すごいことやってくんやろなと思ったんですけど、そのもちろん自分たちもすごいなって感じたチームもいくつかあったんですけど、まあ、でも必ずしも無理じゃないなって思ったんで、今回も勝利狙ったと思います。頑張ります。頑張ります。頑張ります。ただいまより日経ビジネスアカデミックサポートプログラム西日本インカレ2014を開催いたします。皆様おはようございます。主催やっております日経 BP マーケティングの中島でございます。20大学64チームの中からですね、皆さん頑張っていただいた結果、この最終審査ということで12チームの各大学の方がここにお集まりになっているかと思います。今日はこの会場を提供していただきました大阪経済大学の、それからあとスタッフとして協力いただいています学生の方々、本当に今日はありがとうございます。大阪経済大学の方々のそういったサポートもありますので、皆さんそれにも対してもですね、感謝の気持ちを持ってお答えいただければと思います。じゃあ今日は一日頑張ってください。まずなぜストッキングを履き始めたのか。それって経験価値マーケティングじゃないかな。この本を読めばよくわかるよ。機能思考や情緒思考で選ばれていることは分かったけど、現代の女性は一体どちらの思考で選んでいるんだろう。突然ですがオープンデータをご存知ですか。しかしこの情報公開のあり方、すごく分かりにくい情報実態になっていってしまっています。国勢調査によれば12歳未満の子供を持つ世帯は長久手市の全体の4分の1もいるんです。このことからアンダーレールウェイイノベーション、もっと育って阪神沿線の発表を始めさせていただきます。クラウドファンディングとは、事業を始めるにあたってプロジェクト開始時からそのプロジェクトのファンと事業を作り上げる喜びがあり、このように人間以外のものを人間に見立てることを擬人化と言います。この反応からも人は本能的に顔を探しているということが言えます。擬人化された外見により愛着が湧き理解を促進する。一番最後のチームがすごいプレゼンがしっかりしてましたわーすごいなと思いました。そうですね、ちょっと予想してた以上にツッコミが来てたので大丈夫かなと、すごい不安です。一応みんなで準備はしてるんですけど、その想定以上のことが来られたらもうどうしようかと思う。今はその不安で頭いっぱいです。頑張るか。ありがとうございます。突然ですが皆さん、毎朝どのように目覚めていますか。2014年、それはウェアラブル元年。革新的なウェアラブル製品が今まさに注目されています。梶川駅前通り商店街を今後も存続させるためにはという発表をさせていただきます。この図っていうのは、この真ん中にある工房位置という位置がそれぞれの商店主の皆様にプラスの効果っていうのを与えて、商店街の魅力っていうのを作り出しています。私たちに今回与えられた課題は、この何気ない毎日を豊かにする街のパン屋さんを日本で一番家族に優しいパン屋さんにすることです。まず最初に私たちが行ったのはターゲットの特定です。缶コーヒーの CM が男性向けであって、女性には向けられていないのではないかと考えました。女性が缶コーヒーを飲まない理由とはどこにあるのでしょうか。こちらがアンケート概要です。さあ、いよいよ出番です、ね。はい、どうですか。一人と同じですよ。どうですか。いや、緊張で吐きそうです。聞いてないからです。緊
張感がすごいです。今まで経験してきた中で一番規模でかいです。質問と見たことがちょっと違うので、全然別物で、緊張度合いも全然クリックぐらいにならないぐらい緊張してます。ただ学内だけじゃなくて、愛知とか、まあ、要するに福岡とか大きい、その遠いところから来てて、でそのレベルも高かったんで、ちょっとなんかガチの感じだなっていうのがあります。緊張してるんですけど、もうやるだけだと思ってるんで頑張ります。今さら内容が大きく変わることはないんで、まあミスしないように頑張りたいと思います。やれることをやりきるだけです。自分が今までやってきたことを全て出し切りたいと思います。1回きりなんで、本番1回しかないんで、まあ、どういう結末になろうが、まあ、うん、やることやってきたし、それを信じて胸張ってやっていきたいなと思ってます。大阪経済大学情報社会学部中村ゼミチーム中村 C 班の皆様、発表をお願いいたします。それでは今からチーム中村 C 班の発表を始めさせていただきます。私たちは今回新しいビジネスプランを提案いたします。それがこちら、節約的スパートの提案、近隣スーパーの価格比較アプリということで始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まずはこちらをご覧ください。こちらはネットチラシというものになっています。ここ大阪市東淀川区の話をいたしますと、スーパー全22店舗中21店舗がご利用されています。つまりほぼ 100% の店舗がご利用されている状況です。このネットチラシ、全国規模に話を伸ばしますと総枚数が1億枚を超えるとも言われています。これだけの数を手入力で作成するのは非常に大変な作業になります。この課題を解決するために私たちは実際にスーパーさんへ行って解決方法がないか探ってきました。そしてレジでお買い物をしているときにあることに気がつきました。レジに登録されている商品情報、実は利用することができるのではないだろうか。まずスーパーさんに登録されているこの商品情報を提案者らのシステムへ登録いたします。そしてこの送られてきたデータをもとにアプリを作成し利用者へ提供いたします。そして利用者がこのアプリを使って情報収集をすることができる、これが私たちが提案させていただく新しい価格比較サービス、節約的スパートになります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは質疑応答に移ります。最初の質問は田村様お願いします。はい、お疲れ様でした。非常に面白いアイデアだと思いますが、すみません、このチラシ比較のチラシのアプリですけれども、まあ、既存 の、 その、企業ですね、まあ、大手3社と、なんか要するにこの手のアイデアだと やりそうな感じするんですけど、とっくにですね、なんかやれない事情というのはあってやってないのかなとも思うんですが、このアプリの作る時の話なんですが、実はこちらバーコード情報というものをこう提供していただくっていうことがちょっと前提となっているんです。そのバーコードに登録されている商品情報や価格といったこうあらかじめ登録されたデータを用いてお客様の方で利用してもらうっていったことが前提になるので、まずその情報開示の部分でちょっとうちはちょっとやめてくださいといったようなことがちょっとこうヒアリングの時にも少しありましたので、おそらくそういった面で他のところではちょっと苦戦しておられるのかなというところで、でもう一つ追加なん
んですが、大体この、チラシのアプリに関しては大体こう企業さんの方にも少しお金をいただいている面っていうのがあるんですね。私たちのアプリの方では店舗さんからは一切お金をいただかないので、代わりに商品情報を提供していただけますかといったような形でお願いすることを考えています。田村様ありがとうございました。続いてご質問のある方は挙手をお願いします。日置様お願いします。これが実現するための最大の問題というのはその、ですね、ネット購入というのがね、果たして、どこまで浸透するのか。今の段階だと、これさっきも言ったけれども、その、機能だけを考えて安く買えればそれでよろしいっていうんだったらあれだけれども、買い物の楽しみとしての買い物っていうのは全然こう機能しないわけでしょ。その部分を作り込むっていうことができるかどうか、それから実際問題としてその例えば、カタログで購入した場合当たり外れっていうのは相当大きくて、例えば、Amazon で本を買う場合すでに評判になっている本ではなくてタイトルやその雰囲気だけで選んだ場合、当たる率がどれぐらいあるかっていうと我々でも半分近くはクズを買ってしまうと。でそういうふうなその買い物っていうのが果たしてどんだけ有効なのか。つまり、工業製品で、規格ができていて、そしてどこで買っても同じだっていうのであれば問題はないんだけれども、生鮮食品みたいにその品質が全然違うもの、それから本のように超多様なその製品が並んでいる場合、そういったものの評価っていうのは誰がどういうふうにしてその値段についての保証を誰がするのかという点についてはまだ解決してないわけで、で、店が品質を判断して商品として OK だっていうのが前提になってるけれども、それをその果たして信用していいのかどうか。だからこれはあの、問題としてはその、今後のその、ネットを通じた販売というのがどこまで可能かっていうことにつながってるわけ で、そういう点か、そういう点からのその分析っていうのをやっぱりあの、もうちょっとと進めてもいいんじゃないかなという気がするんですけど、その辺はどうですか。先ほど質問ちょっとまとめます と、今後ネット化することと、品質の面についてということでお間違いないですかね。今回のこの節約的エスパートの、メインターゲット層というものが大体30代から40代のすで、にスマートフォンを持たれているスマートフォン世代の主婦層というものをメインターゲットに置いておりまして、すでにスマートフォンを所持されている主婦の方はこちら利用してくれるということもありますし、また今スマートフォンを持っておられる今後現れるであろう主婦層の方にもこちらを利用していただくことによって将来的にこう利用していただけるといった仕組みと、それから先ほどのスマート家電ですね。ちょっと誤解してると思うんだけれども、これビジネスプランについて聞いてるわけではなくて、はい、研究としての成果として、非常に広い枠組みでそのネット購入というものの可能性っていうのがどういうふうに考えているのかっていうことを質問しているわけですよ。あ、はい、だからビジネスプランについて細かく言ってもその全然それは関係ない話で、そういう点はどうなんですか、考えたのか考えてないのかということをその聞いているわけです。はい、すいません。その質問に、返すこととしては、まあ、その研究方法がに問題があったということでしょうか。これ最初からこ の、 あの西日本インカレっていうのはビジネスプランのコンテストではありませんよっていうのはどっかに書いてあったでしょ。であなたたちがやってるのは完全にビジネスプランについての議論をしてるわけで、だからそれを超えた研究部分っていうのがどこにありますかっていうことをその明確にしてくださいっていうのが今の質問です。正直 そちらの質問に関しては、このような、そのおっしゃられているような、調査のやり方は正直のところできてないです。ただ、ビジネスプランっていう枠組みでは、こういう、マーケティングだとかそういった方法の、調査方法としては、できているので、はい、それで今回ちょっと出させていただいてるんですけど、
まあはい、今回はまあビジネスプラン、正直ビジネスプランという形で出場している形になります。はい、日置様ありがとうございました。まだお時間がございます。他にご質問はありませんでしょうか。中島様お願いします。ただ、小売店スーパーさんに、ね、ヒアリングしたりとか調査されていますので、まあ、その辺のプロセスは踏まれているんだとは思いました。そこで一つちょっと確認したいのがですね、一番ポイントなのはこのアプリ作成の過程で起きるそのやっぱり商品情報を吸い上げて入力、最終的にはこれは自動的に入るわけではなくて、バーコードに紐付けて価格を入れてもらわなきゃいけないわけですよね、どこかでね。その手間はどこで追うことになるんですか。毎日毎日情報を更新し続けなきゃいけないですよね。場合によっては時間で変わることもありますしね。その辺の更新をする部門というんですか、それはどこで運用する。まあ、情報の更新としましては、まあ、アプリの、開発を依頼する形になるんですけど、そのコネクションとして、担当教員である中村先生の属する、関西、総合情報研究所というのがありまして、そちらの方で そちらのコネクションがあるので、情報の更新だとかアプリに関しては、技術的には問題なく、まあ、クリアできるであろうと踏んでます。技術よりも多分これ一番最大のポイントは運用だと思うんですよ。正確な情報がタイミングよく更新されていくのかどうか、更新されてないと間違った情報が残ったままいくんで、そこのところをちょっと確認したかったんですけど、そこはまだ運用のところまではまだ何て言うんですか、プランされてないってことですね。じゃあ、はい、正直、はい、そこまではまだ運用のところまでは条件がまだ整ってないところです。はい、中島様ありがとうございました。残り時間が1分程度となりましたので、ここで質疑応答を終了いたします。以上で大阪経済大学情報社会学部中村ゼミチーム中村 C 班の発表を終了いたします。誘導に従ってご退場ください。発表ありがとうございました。心配してた質疑応答でちょっとうまくできなかったことを非常に後悔しています。自分で考えられたプランがいろんな方々に聞いていただいて、まあ、いろんなご意見をいただきました。今の気持ちは、まあ、ここまで大きくなるとは思ってなかったですし、こんなに形にして聞いている場があるとも思ってなかったんで、まあ、こういうことになってすごく光栄だったんですけど、それでもまだまだ考えが甘かったり、そのできてない点があるなっていう、まだまだだなっていうことも感じました。まあ、いろいろアドバイスいただいて、はい、どういうふうに思ってますか。ちょっと正直質問がすごすぎてこっちも萎縮してしまった部分があって、で自分も質問 その予測ができなかったっていうのもあったんで、そこの辺のスライドとかも準備できなかったのはちょっと心の残りかなと思います。そうですね、正直本当にさっき東山君も言いましたけど予想できなかったので、その質問が来られた時に頭が真っ白になって何を言えばいいんやろって思いました。これからはもっとその何を聞かれるかなっていうその予想を増やしていけたらいけたらなと思います。まあ、僕自身ちょっとテンパってしまったところあるんですけど、まあ、でもその考えられるリスクとかそういうのは想定してた上で、こうだろうなって質問返したら、いやそういうのは違うよって言われた時はもうさすがにお手上げでした、正直。いやでも
対策的にはもう多分こうであろう、質問この手の質問だろうなと思って返したんですけど、だから審査員の意図と合わず、ちょっと今回はまあちょっとテンパってちょっと使えちゃったんですけど、まあ、これはこれでまあしょうがないなって、もうバッサリ諦めるというか、まあ、潔く、まあ、今回はしかないなかなっていう思いがありますね。はい、ブレッドジャンクションとは家族に優しいパン屋さんというコンセプトのもと、多種多様なパンを販売している町のパン屋さんです。このフォーカスグループを行ったことで、価格、辛さ、見た目、この3つの改善点が上がりました。突然ですが、皆さんには毎日自転車の練習をしたことや夜遅くまで受験勉強をしたことなど、このような記憶ありませんか？今回私たちは数あるブランディングの手法の中でも、このエピソード記憶を使ったブランディングについて説明をしていきます。近年日本では国の成長産業の一つとして観光産業に力を入れています。しかし近年の成熟した旅行者のニーズは多様化しており、確実化された旅行では満足することができません。お待たせいたしました。ただいまより審査発表並びに表彰式を開始いたします。まずは特別賞から順番に発表してまいります。大変接戦ではございましたが、発表いたします。西日本インカレ2014特別賞、愛知大学経営学部土屋ゼミアンフィニ。おめでとうございます。続きまして、準グランプリのプレゼンターは京都大学経営管理大学院教授日置様です。日置様、お願いします。それでは、発表します。西日本インカレ2014準グランプリ、対象になったのは、愛知大学経営学部タミヒロゼミコットンです。おめでとうございます。続きまして、グランプリの発表となります。プレゼンターは審査委員長の日経 BP 社日経ビジネス編集長田村様です。田村様、お願いします。はい、ではグランプリを発表します。西日本インカレ2014グランプリは、愛知大学経営学部土屋ゼミピースポット。おめでとうございます。ピースポットの皆様、壇上へお上がりください。おめでとうございます。皆様、今日一日、本当にお疲れ様でした。12チームのですね、活発なプレゼンを聞いてて、私も買いたくなったものもあったし、参加したくなったものもあったし、本当にいい刺激をいただきました。ありがとうございます。で、結果的にですね、差をつけなければいけないので、コンテストですから、今の愛知大学が3チーム参加していて、独占したということになったわけですが、やはりどれも接戦です。しかし我々としては、やはり4人の審査員がそれぞれにつけた点数をきちんと反映させて評価させていただいて、表彰3チームを選出したということです。で、全体としてですね、思ったことはですね、やはり突出したチームがあったわけではなく、差がついた一つとしては、やはり皆さんが自分たちで自らが企画して、自分たち自らで動いて、プランドゥチェックアクションというそのサイクルをですね、回されていたのかどうかという点が、やはり質問等を通してですね、少し差があったところがいくつかあったと。やはりテーマを選定し、なぜそれを選定したか、それで仮説を立てた結果、それの仮説に対してどういう調査をしたり、いろんな
人に聞いたり調べたか、でその結果こういう結論に達したのでこういう提案をするという中で、やはり一貫した考え方が貫かれているかどうかみたいなところが一つポイントの差がついたところのポイントだったかなというふうに思いましたが、どれも素晴らしくてですね、ほんの少しだけの差です。ですぐにですね、今日3チーム以外でもですね、もう私個人的にも大阪経済大学さんのテーマはですね非常に面白いなと思いました。早速ビジネス的にですねもうやってみたらいいんじゃないかと、あとはどうそれを回していく、ここからが大変だなと思いますけれども、とかですね、まあいろいろ面白いものはありましたんで、これをまた一つのきっかけにしてさらに来年再来年ですね続けていっていただきたいなというふうに思いました。本当にどうも皆さん一日お疲れ様でした。ご苦労さんでした。大学で先生やってますと、まあ学生にそのものを考えさせるっていうのが我々の仕事であるわけです。その時にその、どういうふうにその、学生に考えさせるか、考えろっていうふうに言ってもそれで考えるわけでは決してない、やっぱり考えさせるテクニックってあるわけです。褒めて考えさせる、叱って考えさせる、挑発して考えさせる、今日は徹底して挑発して考えさせようというそういう方向で来ましたので、最後までいただけに先生でいます。そういう意味で言うと、今年の報告は去年より面白くなかった。でもうちょっとやっぱりしっかり考えてください。でどういうふうに考えればいいかっていうと、今年のざっと見たところあまりにもネットで拾ってきた情報が多すぎると。そうではなくて、単なる情報ではなくて情報をどうつなげて理屈にしていくかという、結局本を読みなさいと。本を読んだっていうことが分かるような報告っていうのは非常に少なかった。だからそういう点ではそのもっともっと、本を読んでじっくり自分の頭で考えてそれが反映するような報告だったらもう少し面白くなるよというようなことは強調しておきたいと思います。ここまで来られてっていうふうに言って喜んでたけども、ここまでじゃダメなんです。そこから先行ってもらわないと困るというのが大学の先生の、最後まで嫌味で言おうという方向で、皆さんに考えてもらおうと、そういう姿勢であるわけです。どうもご苦労様でした。以上をもちまして、日経ビジネスアカデミックサポートプログラム西日本インカレ2014を終了させていただきます。審査員、参加者、オブザーバーの皆様、本日は誠にありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。そうですね。まあ、
僕がまあちょっとやらかした感はあるかなと思ってちょっと反省してるんですけど、それ以上に愛知大学さん その3チームが強烈に強かったんで、やっぱ結果は出たにしろやっぱり僕の力不足もあり、ちょっとチームに迷惑かけてしまったなっていうのもちょっとあるんで、若干反省してやっぱり次に切り替えていきたいと思います。これを終わりだと思わずに、むしろここをスタート地点にして、これからの学生活動、就職活動を頑張っていきたいと思います。以上です。結果は残念でしたけれども、みんなでここまでやってきたっていう事実には変わりないので、これからもみんなで頑張っていこうと思います。もうゼミ1が始まるまでクソみたいだったプレゼンがもうこんなところまで来れたっていうのはすごい僕自身嬉しいことなんで、まあ、これからも技術磨いて頑張っていきたいと思います。みんなやるべきことをやった結果がこれなんで、まあ、普通に実力不足だったっていうのが分かったんで、これから頑張っていきたいと思います。今回の質疑応答でいただいてたことは正直本当に想定してなかったことなので、まあ、そういうところからまた貴重な意見をいただけたと思うので、こちらもまた改善点として今後また発展させていけたらなと思います。お答えいただいた通り、まあ、まだまだ改善する余地もいくらでもあるので、それは絶対一つずつ解決していきたいと思います。もし機会があるのならまだ頑張っていきたいなと思います。自信つけられることができたら、本当に実施してもいいかなってみんなで考えたいと思います。僕自身一応先生から作ってみたらみたいなことは言われてるんで、まあ機会があって時間があるならちょっと挑戦してみようかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。